皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回もニューデンパニエンの RPG フリーやっていきたいと思います。ということで、ちょっと速報というか、まあ、緊急でね、動画ちょっと増してるんですが、ですね、先ほど、なんか、どうやら、まあ、ちょっと他の方の配信ですよね、見たりしてて、見てたんですけど、なんか今日のね、レアキャッチ、今撮ってんのが8月14日ですね、水曜日なんですけど、3時過ぎて、15時過ぎて、レアキャッチやって、なんか、ね、1体、適当なの、まあ、捕まえると、なんか無敵、桃色の無敵が出るよみたいなのなんか見て、え、マジかと思ってやったんですよ。そしたら、ガチで出ました。はい、こちらです。装備。ちょ、装備つけちゃったんですけど、こんな感じです。はい。秋代さんということで、まあ、少し無敵ということで、まあ、桃色、まあ、桃色だから、まあ、どうかなってとこあるけど、まあ、そうだね。でもまあ、レア柄、一応、桃色なんで、レア柄で、まさかの無敵をゲットということで、初ゲットしました、ミヤクレ。はい、この度。まさかの、ね、無敵。まあ、なんかノーマルキャッチでもゲットできるとか言うけど、本当になかなか出ないっぽいんで、本当に初ゲットです。めっちゃ嬉しい。でもね、その、ジュエルを最初から、その3ジュエルってところだときつくて、多分6ジュエル。まあ、つまりその、1回なんかキャッチしないと無理っぽくて、1体適当に、1体だけその適当に捕まえないと、その出てこないっぽい、わかんないんですけど、そんな感じっぽいんで、まあ、そこはちょっとね、まあ、多分やればわかるかなと思うんですけど、なんかどうやらそんな感じで書いてあったので、で、僕の場合出ましたんで、はい、そんな感じです。この本体、本当、今作ね、無敵キャッチするといいと思うんですよ。っていうのが、そう、確率じゃなくて確実にかかるとかっていうのを知ってるので、本当に強いんですよ。なので、ステージ、まあ、エクストラとか、本当に、結構強いね、ボスいると思うんですけど、達人とか行くと。そこら辺で、うわ、きついなーってなってる人、方はね、本当に今回6ジュエル、まあ、使っちゃうことになると思うんですけど、まあ、持ってる方、余裕がある方はね、無敵ゲットすることを非常にお勧めします。はい、ってことで、今回は緊急に動画回したんですけど、今日のレアキャッチ、まさかのみんな無敵来るということで、はい、ありがとうございます。ということで、マジかと思ったらびっくりした。はい、では、お疲れ様です。はい、では、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。